キリスト教東方教会聖教会、グルジア聖教会、グルジア聖教会、聖十字架修道院の聖堂内部、グルジア聖教会の文章グルジア聖教会、または、ジョージア聖教会は、現在のジョージア共和国の中心部に、全ジョージアのカトリコス宗主教を長とする聖、忍道を置く、聖教会の一員たる独立教会である。聖教会は一カ国に一つの教会組織を備える、 ことが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる教義を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。4世紀に国境化した歴史の長い教会で、伝承による起源は初めて、コーカサス地方へ宣教した1世紀のアンデレまで遡る。他の聖伝では、熱心党のシモンがコーカサスへ旅して、グルジア西部へ宣教し、コマニコモニー村の、 ソフミソコミの近くへ埋葬されている。また、マティアスがグルジア南西部へ宣教していたとも言われており、こちらはバトゥミの近郊のゴニオゴニオ村に埋葬されている。首都バルトロマイとタダイがグルジアに来ていたことを主張する文書がいくつかある。資料によって疑問の余地なしとされる大規模な宣教は、啓蒙者グレゴリオスとグルジアのミツテル社、 生二の二より四世紀の前半に行われた。四世紀には独立聖教会の地位を得たが、十九世紀初頭にロシア帝国にグルジアが併合されると、その地位は破棄され、グルジアの教区はロシア聖教会のもとに編入され、グルジアのエクザルフの職位が設けられた。1917年のロシア革命時にグルジア聖教会は独立を回復し、 1943年にモスクワ総主教庁から1990年にコンスタンディヌーポリ総主教庁から独立正教会としての承認を得た。ロシア正教会やアルバニア正教会と同様20世紀に共産主義政権によって弾圧を被ったがソビエト連邦の崩壊後は復興を遂げている。現在の総主教はゼングルジアのカトリコス総主教。 ムツヘタとトビリシの大主教イリア2世である。2009年、アブハジア正教会は自ら独立教会であると宣言した。ありがとうございます。